デアデーロス平原国立公園は、ブラジルゴイアス州にある国立公園である。約1億8000万年前に形成された平原であり、1961年1月11日に、当時の大統領ジュセリーの首チェックの署名により、国立公園に指定された。2001年には、エマス国立公園と共に、ユネスコの世界遺産に、セラード保護地域として登録された。 年間の平均気温は24度から26度であるが最低温度は冬季で4度から8度、夏季では40度から42度に達することもある。ベアデーロス平原国立公園は高度600メートルから1650メートルの間に広がる。ブラジルにおいて最も高度が高い平原地帯である。ベアデーロス平原国立公園は 地球上で最古の岩石形成地帯の一つである。水晶が産出され、かつては、ここの水晶はイギリスと日本に産業用に輸出されていた。水晶を含むために、セラードの土壌は肥沃であり、牧草地としても最適な場所となっている。国立公園内では、森林が形成され、25種類以上の固有種の果樹がある。森林公園内では、 プレト川が流れており、トカンティンス川に合流する。プレト川の流域には、リオプレトフォールズのように120メートルの高低差がある滝が存在している。ベアデーロス平原国立公園の動物賞は豊かで、あり、パンパスディアや、マーシュディア、タテガミオオカミ、ジャガー、レア、ノガンモドキ、タペティ、オーアルマジロ、アリクイの仲間、カピバラ、バク、オオハシの仲間、 黒コンドル、トキイロコンドルのような動物が居住している。その中でも、縦紙狼、カピバラ、レアのように絶滅の危機に瀕している動物も多く住んでいる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。